桜井和俊氏は日本のミュージシャン、シンガーソングライター、バンドミスター・チルドレンのボーカリスト兼ギタリストである。本名は桜井和俊、氏、東京都練馬区出身。身長172センチメートル。アマチュア時代からミスター・チルドレンの楽曲のほぼすべての作詞、作曲を手掛けている。バンクバンドのボーカルギターを担当しているほか、2017年からは、 コンセプトを変更したリボーンアートセッション名義としても活動している。学 MC とのユニットカスカジーのボーカルも務める。妻は元タレントの吉野美香。長男は4人組バンドインナージャーニーのドラマーカイト。実施は4人。桜井和都氏自身にとって音楽は宗教みたいなものであるといい、反戦などのメッセージ性を込めた楽曲も制作しているが、 自身が MC などでそうしたメッセージを表明をすることには信頼されているのは音楽であって、それを歌う歌手ではないという理由で否定的である。影響を受けたミュージシャンは、浜田翔吾、海バンド、サザンオールスターズ、岡村康之、エコーズ、ユニコーン、長渕剛、尾小崎豊、玉木孝治、レディオヘッドなど。中でも、浜田への同型は相当なもので、 子供の頃からコンサートに通って部屋にスポットライトを作って真似をしたエピソードを紹介したり、浜田との対談で世界で一番浜田さんのモノマネが上手いミュージシャンを自称したりした。音楽イベント AP バンクフェスレゴでゲスト出演した浜田を僕が中学の時から憧れてた人ですと紹介した。サザンオールスターズに関してはサビへの盛り上げ方は クワさんからと音楽性に多大な影響を受けたことを公言している。エコーズに関しては初期の曲をほとんどコピーし、ザ・ウォールズ時代の楽曲はその影響を色濃く受けている。ユニコーンはアマチュア時代に出たオーディションのゲストで見て、ユニコーンの花を自分なりに研究したアレンジ面で大きな影響を受けたなどと話している。バンプ・オブ・チキンとスガシカオは 熱心に聴いたり歌ったりするほど好きで、特にバンプ・オブ・チキンに関しては人生で最も好きになったバンドなどと発言しているほか、2000年代の自らを最も象徴する曲としてロストマンを挙げ、いつもことあるごとに歌ってると告白している。ファスナーは菅の作風を意識して作曲されており、菅のアルバムシュガーリサイ内にも共演したものが収録されている。 西野香奈に関しては2010年のインタビューで声がいい。声量がありすぎないからバランスがいい。ラジオで流れていいなと思うとやっぱりこの子かと耳に止まると絶賛している。またアイドルグループのギザカ46のアルバム曲きっかけを絶賛しており2016年のインタビューで小林武史プロデュースのミスチル的なアレンジを感じると語っている。それがきっかけとなり 同年の7月に行われたライブゴールデンサークルボリューム20で本曲を寺岡ヨビトともにカバーし話題となった。人生で聴いた音楽の傑作の一つにザ・ピローズのストレンジカメレオンを挙げており、ミスター・チルドレンやバンクバンドで同曲をカバーしている。なお、ザ・ピローズとの進行もバンドを通じて深い。ミスター・チルドレンバンクバンドウカスカジー・リボーン。 アートセッションの作品は該当ページ参照。ありがとうございます。